音バカドット TV。 音バカドット TV。 こんばんは。今月から第4火曜日の21時からにお引越しをしました、音バカドット TV MC のミオです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。早速なんですが、2012年のミオの目標なんですけれども、去年は初めてこうやって MC をさせていただく音バカドット TV なんで、なんで音バカドット TV ね、やらせてもらって、結構なんだろう、度胸がついたと言いますか、その一人で喋るということをね、いろいろ勉強することができました。で、今年はその音バカドット TV とか、たくさんの、ね、方に見ていただけるように頑張って、宣伝とか目をも活動を頑張っていきたいと思うので、皆さんよろしくお願いします。あとライブも私やってるんですけれども、ライブとかCD とかたくさん私も頑張ってやっていくので、2012年今年もよろしくお願いします。はい、それでは、今日初めて見ていただいている方も多いと思うので、簡単に音バカドット TV の説明といいますか、紹介をしていきたいと思います。音バカドット TV は大阪発のウェブの音楽番組です。歌あり笑いありで楽しく頑張っていきたいので、皆さんよろしくお願いします。そして今日が初めてのね、1時間番組になりました。それでは今月も張り切ってやってまいりましょう。はい、よろしくお願いします。今月のゲストなんですけれども、大阪レンジケイスケさんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。こんばんは。こんばんは。早速なんですけれども、ケイスケさんのね、はい、ファンの方からメッセージを、ファンレターですかね、メッセージをいただいたので、そちらの方をちょっと読みたいと思います。はい、星恵美さんという方からね、ファンレターいただきました。星恵美さん、ご存知ですよね。はい、ご存知ですよ。はい、多分今も見てくださってると思うんですが、ちょっとメッセージ読みますね。こんばんは、大阪レンジさん、ケイスケさん、はい、音バカドット TV さん、ご出演おめでとうございます。ありがとうございます。はい、楽しみに21時前にはパソコンの前で正座して聞かせていただきますね。この番組を通して大阪レンジさんの歌がたくさんの方に広がり響くといいですね。ではでは、楽しみに見て聞かせていただきますとのことです。はい、ありがとうございます。正座してるんですね正座してスタンバイしてくださってるんですね今まさにこれ生放送ですね。はい、生放送なんです。すごい嬉しいですよね、こうやってファンレターをいただくということは嬉しいです。はい、ケイスケさんのことをね、たくさん皆さんね、知りたいと思うので、私がいっぱいいっぱい聞いていきたいと思います。よろしくお願いしますね。お願いします。はい、早速なんですけれども、ケイスケさんの影響を受けた音楽のアーティストさんって誰なんですかね。中1の時にね、はい、うちの母親が、はい、洋楽とか好き、ビートルズが好き で、はい、でその CD をね、中1の時にプレゼントというかくれたんですよ、うん、でそれがよう聴いてたんですね。プレゼントでそんなビートルズさんの CD とかってめっちゃかっこよくないですか。だからおかんがよう聴いてたレコードとかも、それも今も持ってるんですけど、はい、聴きますよ。そだからそれで、けど音楽やろうとは思わなかったんですね。あら、うん、そこで、まあ、好きで聴いてたんですよ。もともと野球ばっかりしてたので、はい、全然音楽をやろうという気持ちは全くなくて、うん、でずっとバット振ってたんですけどね、はい、で高校1年の時に友達をがギター弾いての、はい、目の前で弾いてくれて、はい、でかっこいいなと思って、そっからなんです。お母さんのじゃなく影響を受けたのは友達がギター弾いてるのかっこいいなと。そう、かっこいい、目の前で弾いてくれて感動したんですよ、はい、おー、そっからもうギターから入ったんですか。もうアコースティックギター。おー、アコースティックギターから、はい、
で今もギターを弾きながら歌を歌っているみたいな。そうですよ、すごいですね。その友達は今もちなみにアーティスト活動とかやってはるんですかね。今はやってないです。あら、あららら。あ、じゃあもうその人をきっかけだけど圭介さんがアーティストになっちゃったみたいな。そう、だからそれから16年くらい経ちますよね。おお、16年ですか。長いですね。長い長いことやってます。おお、もうそれはそれは私のだいぶだいぶ先輩になる感じですね。あ、そうか、そうなんですね。はい、私も一応アーティストをやってるんですけれども、は、ね、うん、いろいろじゃあ音楽のことをね、はい、もっともっと聞きたいと思います。曲を作ってるのは圭介さんなんですか。作詞作曲。そうですよ、作詞作曲やります。はどういう時に曲って思いつきますか。曲はね、結構基本あのピアノとギターで作るんですけど、はい、あの触りながら鼻歌ですね。お、鼻歌から入って歌詞をつけるみたいな。うん、お、なんか、そうですね、私も歌詞書くんですけどね、はい、その歌詞を書こうと思って歌詞って出てこないんですよ、うん、なんか何もしてない時とか、トイレお風呂とか、なんかないですか、そういう時。私こういう時は歌詞が思い浮かぶみたいな。たま、僕は書こうと思わなきゃ基本的には書けないんですよ。お、かっこいい。え、なんかそういうのって題名を決めて歌詞を書くんですか。タイトルは基本的に後です。ああ、歌詞を書いた後にそれを見てやるみたいな。そうです、そうです。おー、すごいですね。歌詞ね。はい。おっと、何ですか。突然なんですかね、あの謎の自由人メッセージが、キム兄さんから質問です。レンジさんはミドルネームって質問があります。あ、大坂レンジが一つです。大坂レンジ圭介さんですね。お、それよく聞かれたりするんですか。これ名前どこからどこまでが名前なのとか。ああ、あのね、大坂レンジがカタカナで、はい、圭介がアルファベットなので、はい、あんま聞かれることないですか、ね、そうなんですか。はい、私もね、あのゲストの方ですって先月に、うん、あのこう 言わせてもらったんですけど、はい、名前がどこまでなんやろうなっていうのすごい、ね、はい、気になりました。キム兄さん、ありがとうございま います。質問の方、皆さんあの1時間あるんでね、あの、はい、どしどしとコメントいただければ嬉しいです。はい、あとあの東京でねライブをされているみたいなんですけれども、はい、今日も、ね、音バカ .tv に来る前に東京から、うん、来ていただいたんですよね。帰ってきたてです。あの東京は雪を降っていたという噂をちょっと聞いたんですけれども、もう積もってましたよ。すごかったです。私ザザブリです。全然最近その雪が積もっている感じを見たことがなくって、あのね、雪降った後に雨降ったんですよね、はい、ほんだらもう氷になってますよ。え、絶対それこけなかったですか。大丈夫ですか。何回かやばかったですけどギター背負ってるじゃないですか。そうそう、荷物も危ないですよね。危なかったですよ。おー、その東京行って今日ライブしてきたんですか。今日はライブではないんですけど、はい、いつかやりたい場所の、うん、あ、ご挨拶に行ったり、ライブハウスさんで、そんな感じの東京を行ったり、はい、東京でなんか面白いこととかありました。東京で面白いこと面白いこと、はい、そうだな、そうだなってちょっと向こうみたいになってますけどね。タクシーの運転手さんが面白かったんです、はい、これはけどなかなか伝わらないですね、僕が喋っても。タクシーの運転手さんが面白かったと、あの確実にね、はい、寄ってましたね、あれは。それって大丈夫なんですか。あれはね、ダメなんですよ、絶対ダメなんですけど、はい、寄ってましたね。寄ったふりとかじゃなく、うん、もうそれが僕とマネージャー後ろに乗ってて、はい、もうむしろ面白かったんですよ寄ってる感じの喋り方が。危なくないですか。無事着いたんですけどね、はい、ここまで行ってくださいって言ったら、どこだよまあなんとかなるかみたいなそれはやけくそとかじゃなく、あ、この人酔ってるなみたいな感じだった。若干酔ってるかなと思いながら、あ、それ酔ってるって聞きました聞いてない。面白かったんでいいですね、タクシーの運転手さん個性的な方が、はい、そうなんです。東京の人ね、私東京はあんまりその旅行とかでしか行かないんですけど、はい、東京の人って冷たくないですか。
優しいですか？優しいですよ。お、皆さん優しいですか？多分ね、僕思うんですけど、はい、あの皆さん大阪の人も東京の人も一緒なんですけど、東京の人は基本忙しい人が多いかなと思って、あ、だからせっせしてる、せっせしてるから冷たくこっちからしたら見えちゃうだけで、あ、私はもうイメージなんで、標準語が、うん、大阪弁がきついっていう人いるじゃないですか。そうですよね。でも私標準語の方がちょっとそっけないなって思ってしまうことが、僕らからしたらやっぱりね、そうですね、馴染みがあんまないから、はい、あ、別にこれ悪口を言ってるわけじゃないですよ。そうですか、はい、悪口を言ってるわけじゃないんで、うん、はい、東京でライブとかを何回ぐらいしたことあります？もうめちゃくちゃしてます。東京は今回は4年ぶりに行ったんですよ。お、4年ぶりに。初めての時はね、19歳の時にライブしに行ったんですよ。はい、でもうえらい目合いまして。えらい目とはどんな？もう失敗続きのライブで、お、もうがっくしって言って帰ってきたがっくしで、うん、でリベンジでまた行って、何回も行ってて、ほんで4年ぶりに、そうです、今回行きました、ね、おいいですね。今も絶対東京でライブをしてみたいです。まだやってないですよね。まだやったことがないんで。ぜひ。はい。きっといいですよね。またいつかね、ご一緒できたら嬉しいなと思います。はい。はい、ね、なんか曲をさっき歌詞の方とか聞いたんですけど、曲作りの、なんか、はい、俺はここは、なんか、ここはないとダメなんだよみたいな、ポリシーと言いますか。なんかあるじゃないですか、元気を与える歌を作りたいとか、なんかあるじゃないですか、一個自分の中のテーマみたいなものってなんかありますか？あ、そうです。基本的には、うん、皆さんに元気を届けたいですね。で、なんていうんですかね、僕しか書けないような歌を書きたいんですよね。おっと、うん、かっこいいですね。そうそうそう、だからそう、この曲はあなたしか書けないよみたいな曲を作りたい、うんうんうん、でも誰でも歌えるみたいな、キャッチーな曲って難しいですもんね。うん、作りたいですね。はい、名曲を生み出したいです。そう、絶対もう楽しみにしてますので、はい、またいろいろ音楽を聴かせていただきたいなと思います。はい、頑張ります。はい、ではね、いつもライブを金曜日の、毎週金曜日の、はい、毎週金曜日、梅田の茶屋町のロフトのところでライブをしてるんですよね。はいはい、そうなんですよ。その映像があります。なのでVTR を見ていただきたいと思います。それでは VTR スタート。お、始まりましたね。これはこの間の金曜日なんですよね。はい、そうなんですよ。先週寒くなかったですか？最近やっぱ寒くなってますよね。すごい。自分の映像を自分で見てるって。すごいですね。これは路上ライブみたいな感じでストリートでやってるんですか？一応ロフトさんの許可を得てご協力をいただいてのストリートイベントなので、はい、ちゃんとしっかりした許可取ってやらせていただいて。見てる方はこれはそのチケット料とかわからない？ないですね。フリーライブなので誰でもご覧になれます。すごいですね。みんなすごい止まって聞いてくれるんですよね。恥ずかしくないですか？恥ずかしくないです。見てほしいぐらいです。あ、ですよね。はい、そうです。すごい、みんな楽しそう。すごい楽しそうに歌ってますもんね。歌うの楽しいです。この曲は全部オリジナル？ワンステージに1曲はカバーを歌いますけどね。お、カバー、どんなカバーを歌った？この日は多分ね、セイエス歌いました。あ、セイエス、おー、すごい。歌ってますね。歌ってますね。これ3年、4年目に入ったイベントなんですけどね。4年目は、はい、毎週金曜日5時からやってますけど。5時からですか？はい、そうなんです。この胸にあるから。なんかこのライブをして大変だったこととかあります？人と人とが出会ったからこそ、そうやな。まあ、寒さはまず今の時期そうなんですけど、やっぱり大きい音を出しすぎてちょっとクレームが入っちゃったりした時もあったので、けどまあ3年からずっとやって、ないですかね。
なんか外なので雨が降ったりとかするとどうなるんですか？基本的に雨は中止です。雨は中止です。途中からでも中止になるんですか？そうですね、何回かは傘差しながら。へえ、そうなんですね。そう、でもなんかこうやって熱唱してる時に雨が降ったらすごいなんかかっこいいですけどね。いい感じだよ。私やったら絶対見ますけどね、雨の中すごいと思って。フォーという曲が流れてます。はい。フォーという曲、はい、こんな曲はどんな感じの歌詞なんですか？これはね、あなたの願いがこの胸にあるから僕らは歩けるっていうワンフレーズから始まります。やっぱりこう人と人とが出会ったから生まれてくるんですね。応援してくれる人もいるし、僕もまた応援してる人もいるし。応援ソングと言いますか、なんか歌詞のさっき一言言ったワンフレーズがものすごくかっこいいんですけど、なんかかっこよすぎません？何言いました？なんかスタイルもこんなにね、みんなわかりますかね、この映像見たらわかると思うんですけど、スタイルも良くって、なんか喋り声も良くて、どっか欠けてるとこはないのっていう感じです。いや、ありますよ、いっぱいありますよ。すごい、本当楽しそうに歌ってましたね。イエーイ、イエーイですよ。めちゃめちゃ楽しいですよね。けど歌ってる時楽しいです。でもただ私なんだ、ライブの歌と歌の間のMC がとっても難しくて、なんかギャップがあるらしいですね。聞いたことある。歌と喋りが違いすぎてですね、自分でも戸惑うんです。お客さんも初めて見る方いるじゃないですか、あれみたいな顔されるんですよ。歌はもうバッチリ決まって、ありがとうございましたね。そうなんです。この違いは何なんですか？それがいいんじゃないですか。けどいや、どうなんですかね、もうちょっとね賢くしたい。もう自分の中ではね、すごい賢いはずなんです。はずなんですね、はい、でもなんかちょっとおかしいみたいな。いや、地のままで。ね、やっぱね、地のままが一番だと思うんですけど、はいはい、で、圭介さんもう全然こうやって見ててもなんかありがとうみたいな感じで全然ね、崩れないじゃないですか。崩れないですか？はい、やっぱなんでなんですか？もうずっと圭介さんになってるってことなんですね。なんかけどスイッチはありますよ、自分の。スイッチのね、切れないコツってあります？私歌ってる時はね、ちゃんとスイッチが入るんですよ。どうなん？あ、けど人によると思いますよ。僕はね、多分ね、はい、スイッチ切らん方がいいです。あー、MC の多分ですよ。多分スイッチ切ったところはね、一回見てみたいです。もう見せれるもんです。すごい、なんかなんだろう、本当にこうやって手を楽しむってすごい伝わりますよね。手がでかいんですよ、あんまり振りすぎたらね、目立つんですよ。身長ね、何センチあるんですか？184。184ですよ、すごいですよね。なんか見てる位置とかが全然違う感じします。そう、何センチなんですか？155ですね。それは大きい方ですか、女性から？ちっちゃい方だと思います。羨ましいです。ちょっとね、分けてほしいです、身長。身長分けてほしい。身長分けてほしいです。おっと、何でしょう。あ、歌いましたね。こんな感じでね、はいはい、ありがとうございます。VTR を見ていただけたと思うんですけれども、はい、ライブのね、他スケジュールたくさんあると思うので、皆さんちょっとスケジュールを聞いていただきたいと思います。圭介さん、ライブのスケジュールの紹介をお願いします。はい、毎週金曜日17時から20時まで、はい、ロフトの前で、ヌー茶屋町、はい、ヌーじゃない、茶屋町の、ロフトさんの前でやらせていただいてます。はい、そして、マンスリーイベントとして、緑 JR 尼崎駅店で、イベントを行ってまして、次が2月の12日、ゲストにユナイトさんをお迎えして行います。2月12日、これもフリーイベントです。そして最近は関東の方に、
ライブしに行ってまして、はい、2月18日横浜の、日吉ナップさん、そして2月の19日これは新宿のマローネさん、うんうん、そして大阪帰ってきまして、はい、3月の25日に、美濃屋ホールさんで、おとぎ話というイベント、これはあの笑福亭銀平さん、これはロフトさんで出会ったんですけども、はい、笑福亭銀平さんと一緒に2人であの歌あり話ありトークありの、イベントやります、はい、ぜひ、いらしてくださいぜひぜひ皆さん、圭介さんね、おとばか .tv を見て気になった方とか、元から圭介さんのファンだぜっていうような方ね、はい、いろんな方に見ていただきたいと思うので、ぜひぜひライブ行ってください、お願いします。はい、はい、あとね、あのライブの時のエピソードとか、そのライブハウスで箱でやった時に困難があったぞみたいなエピソードってないですか？昔に二十歳過ぎかな、はい、京都ライブよく行ってたんですよ、はい、でその当時にあの全く何も分かんなかったんですね。とにかく、まあ、もう一生懸命歌って、はい、ありがとうございました、歌ってありがとうございましたって繰り返してて、ある時、はい、歌ってる最中にマイクがこうネジ締めが弱かったんですね、はい、でこう落ちていったのと同時に落ちていきながら歌ったことあります。それってあのお客さんあれっていう感じの顔しなかったんですか？してましたけど僕も止められへんよなって思って、はい、どうしたらいいんやろうと思って、ね、固くなり歌うしかできなかったんですもうマイク追いかけてこう歌ってました。すごい、それある意味すごいレアですよねもうね、切ない思い出です。なんか他こんなもあってみたいなないですか？なんかね、ライブってお客さんステージしか見れないじゃないですか。やっぱ、うん、なんか楽屋の裏とかそういうエピソードがあれば、まあ、皆さん聞きたいかなと思うんですけれども。楽屋ではね、僕はあの体大きいし、はい、見た目大きいんですけど、あの超小心者です。小心者、はい、めっちゃ緊張しいです全然そんな感じに見えないですよねっていつも言われるんですけど、はい、もうそうですそうなんです。そうなんですか？そうですよ。だからもうやっぱりな、やっぱりなって言ってました。なんかアーティストの他のね、出演される方とかとの、はい、なんかこう触れ合いというかトークみたいなもせずに、もう一人でギター弾いたりとかいう感じでやってる感じですか？一応喋ります。あ、それは喋るんですね。昔は喋らなかったんですよ、で今はもう普通にあの喋るんですけど、はい、やっぱ緊張します喋ってるけど結構俺緊張してるぜみたいな感じですか？そうなんですよ。でやばすぎたらちょっと外出るんですねやばいってそれ結構小心者ですね。だいぶそうなんですよ実はそうなんです。そう、なんかやっぱみんなね、分からないと思うんですよ、そういうね、楽屋の裏の話とか。ああ、そうですね。はい、どうなんですか、普段の緊張します？私ね、緊張してるんですけど、結構あの後ろでキャーキャー騒いでるタイプの人ですねキャーキャー騒いでる、昨日ねみたいなことを楽屋でなんかこう喋ったり、なんか一人で歌ったり、お菓子を食べてたり、なんかピクニック気分で、はい、ああ、羨ましいなんかこうでもあのほら始まる前って結構立って、うん、次だみたいなあるじゃないですか。あの時になると目は結構おどおどしてます。あ、そうなんです。なんか出たら緊張はしないんですが、出る前がやばいですね。前がやっぱりね、はい、緊張してますよね。はぁ、あ、はぁ、あはあ、みたいな、歌詞大丈夫かなみたいな、ならないですか？歌詞はね、飛びますよ。ようわかんけど飛んでますよ。なんかね、歌詞飛んだ時ってはい、はい、どういう顔したらいいのかわからないんですけど、ある時に、はい、バラードの時に、はい、パッて飛んでしまった、はい、んであってなった時にお客さんの方見たら僕のことを、はい、若干泣いてるみたいな雰囲気で見てるんですね、はい、ほんであ、こっちに切り替えれるか思ったけど無理でした。あ、無理だった。無理でしたああ、でもね、あ、私も歌詞忘れたら、じゃあ今度から泣いてるのかなっていう感じにした方がいいのかな。そうですあとね、ここに実はさっきから言い張ったんですけどね、この CD ですね、はい、この CD のなんか宣伝といいますか、あ、はい、なんかいろいろ紹介していただけたら嬉しいなと思います。 ありがとうございます。3曲入りで、はい、500円で500円、これはライブ
等での販売のみになります。はい、冬違う、ロマンティックあげるよ、そして1秒という曲と、うん、冬が来る前にの3曲が入ってます。おー、タイトルもまた素敵な曲ばっかりでおしゃれですね、なんかフレーズとか。そうですね、すごい。これはちなみにライブで買ったりするときってサインとかしてもらえたりするんですか？はい、サインしますよ。わー、激アツです、激アツですね。激アツです、激アツですね。すごい、ぜひぜひ皆さんライブでね CD をお買い求めいただけたらなと思います。はい、はい、ね、なんかいろいろお話を聞いたんですけれども、ね、ここでね、皆さんお待ちかねのロックの殿堂重曹ファンダンゴさんのピックアップライブのね VTR がありますので、はい、また一緒に VTR を振っていただいてもよろしいですか？はい、それではいきます。 VTR スタート。よろしくお願いします。こんにちは。わあ、こちら井上さんです。よろしくお願いします。はい、今日は2012年になって初めての放送なんですけど、今年から第4火曜日の、なんとゴールデンタイムに21時から1時間。1時間も。はい、放送する。1時間も。放送することになりました。で、ちょっと新しくなったので、せっかくなので、はい、まあ、井上さんのことを知らない方ももしかしたら見てもらえているのかもしれないので、まあ、そうですね、ありがとうございます。軽く自己紹介をしていただきたいなと思うので、はい、よろしくお願いします。どうぞ。あ、もう重曹ファンダンゴで働かせていただいている井上と言います。下の名前は聖吾です。聖吾って呼んでください。マジで見かけたら。え、お、よろしくお願いします。わありがとうございます。はい、こんな感じで井上さんとファンダンゴではこうやってね一緒におしゃべりをしている感じなんですけれども、ちょっとのほほんとしつつ、はい、ファンダンゴさんのいいライブをね、素敵なライブをこうやってこういう感じでこんなのがあるんだよっていうのをここでお話ししてるんですよね。はい、お話しさせてもらってます。で、なんかいつもふんどしをいつも入ってくださってるんですけど、今年一発目のふんどしはなんと赤色と。そうですね、やっぱり、はい、おめでたい一発目。そしてゴールデンタイムね、ゴールデンタイムっていうか、はい、移動したっていう、しかも1時間になったっていう、そのお祝いも込めてのこれです。ありがとうございます。ありがとうございます。もうなんかね、本当に毎回言ってるんですけど、はい、最初はふんどしでこう私裸を見てる感じになるので、すごい目を見て喋ることが全然できなかったんですけど、そうです、最近は、はい、すごいもう舐めますように舐めますような視線を、そんなエロい感じでは見てないんですけど、全然もう抵抗力がついた感じなので、もう全然大丈夫です。よかったです、もっとだ、はい、出していきます。これ以上露出はあんまりしない方がそうですか、ね、いいと思います。あ、気をつけます。はい、それではね、早速なんですけれども、今月1月2月のピックアップライブをお願いします。はい、早速1月の29日これも京都のバンドサイクロンズっていう、はい、スリーピースのバンドがいるんですけど、そのバンドのレコハーツということで、もうすごいロックンロールな踊れる一日になっているので、もうサイクロンズ、そう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 、サイクロンズどこまでも進む。ちなみにどういう感じのノリなんですかね。こういう感じですね。それはタコ踊り。タコではないですけど、まあ、それに似たようなその ツイストツイストです。そうです、爽やかな感じの、もう夏の、そうです、夏のあの頃の思い出私たちの思い出が蘇る一日。絶対さっき作ったんでしょ。ええ、全然そんなことないです。ちょっとずっと考えてました。それは考えてました。それはこういうなんかね、懐かしいなと思うようなことが、爽やかな ね出来事がここに来て、はい、いろいろ思い浮かべればいいなっていうやつですね。はい、もうぜひお越しください。はい、はい、お願いします。他
他、はい、もう1月31日1月31日、はい、解放宣言っていう南郷でやってるイベントがあるんですけど、それも3回目、はい、その日が3回目になって、大阪のずっと長いことやってるハードコアバンドのラストチェリーズっていうバンドがあるんですけど、そのレコ発パーティーということで、はい、これも5バンドぐらいがすごい激しいハードコアな感じの夜に一旦変わって激しい夜になりますね。もう質問なんですけど、なんすか、私とかもあんまりね、そのバンド の, そのなんかジャンルとかってあんまよくわからないんですけど、はい、ハードコアってどういうジャンルなんですか、はい、どういう風、もうとにかく速いですね、そのテンポがすごく速くて、もう何を言ってるのかわからないぐらいボーカルの人が叫んでて、もうそれに激しいそのベースとギター、こういう感じの乗り熱がハードコアって、そうですね、もうはい、激しい、もう汗かくぞみたいな、冬なのに汗かくぞみたいな、そうですね、もう正月太り、正月太りの人はもう来たらいいんじゃないですかねぜひダイエットにダイエットに、そうですね、シェイプムンムン、みんなでムンムンして汗かいて、シェイクアップ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 して楽しんでいてもらいたいなと思います、はい、お願いします。じゃあ次なんか他、2月11日に、はい、原石色の音楽、原石色の音楽タイトルがあって、はい、その日も5バンドぐらい出るんですけど、大阪の高松陽子さんっていう、その一人で歌ってた方なんですけど、はい、その日からバンドを始めるっていうことで、その日からバンド、そうなんですよ、バンドで初めて出演するっていう日があるんですけど、ぜひぜひそれは来ないって、ね、もう来ないといけない日ですね、これ原石色の音楽ですからなんて言ったって原石色の音楽ですか、もうそれね、もうぜひぜひ皆さんにね、はい、来てもらいたいと思います、もうぜひ、はい、お待ちしてます、はい、本当に2月のバレンタインデーです、お、来ましたね、メインですよね、結構1年間のバレンタインデーっていうのは、そうです、そこでもう決まりますねちなみに井上さんはバレンタインデーでその何個かもらえるぞみたいな、何ですか、まあ、数えてます数えられないあ、そんなモテモテだったんですね、いや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 、ないです、ない、逆になくて数えられないなのでお願いします、そう、あ、じゃあ20ね、はい、2月14日は井上さんもいるんですよね、あ、もちろん、はい、だから皆さんぜひチョコレート持って、はい、ぜひ、ちなみにその14日の内容っていうのはどんな感じ、いや、もうすごいです、これはもうまた東京からおとぎ話っていうメルヘンチックな、メルヘンチック、そうです、名前がもう、しかも歌詞がすごいロマンチックで、もバレンタインデーに持ってこいっていう、もうじゃバレンタインデーここでもうお客さんに向かってバンドの人たちがもういろいろプレゼントですね、歌をプレゼントするので、ええこと言いますね、はい、バレンタインデーはね、もうぜひカップルでも、そうです、もう一人でも、一人でも、井上さんに会いに来るのも OK だし、そうです、僕は、はい、もうそんな嬉しいですね、自由なスタイルでね、はい、来てもらえたらいいなと思います、よろしくお願いします、はい、待ってます、はい、他はもありませんか、他ありますよ、まだまだありますよ、お、教えてください、2月17日、これはもう遠藤健二さんっていうすごい歌う歌いの、そうの、そうです、生誕65周年でなんか CD を出されたんです、65周年、はい、そうです、おー、すごいですね、はい、だから遠健、遠健って呼ばれてるんですけど、遠健、はい、遠藤健二、略して遠健、なるほど、頑張ったし、ちゃんとやれ遠健っていう CD を出して、またもうライブもすごいです、やっぱりシーンとして、シーンと張り詰めてますわ、空気がシーンとシーンとしてるんですね、もう、はい、ぜひもういろんな、もう純音楽っていうそういうのを掲げてやってる方で、もう見てほしいです、皆さんに、もうぜひ、ね、感動とかする感じ、もうすごいと思います、もうぜひ、ね、あのハンカチを持って、ハンカチ、そうですね、ハンカチを持って、ハンカチを持ってお越しください、はい、お願いします、お願いします、はいお待ちしてます、お待ちしてます、はい、今日はどうもありがとうございました、した井上さんもどうもありがとうございました、いえ、とんでもないです、こちらこそです、また来月またよろしくお願いします、お願いします、はい、それでは皆さん、今年もファンダンゴよろしくお願いしますこれでどうだ、よろしくお願いしますはい、VTR 見ていただいたんですけれども、圭介さんどうでした？
裸でしたね。裸じゃないな。そうなんです。なんかふんどしでした、ね、いつもね、あのふんどしでいてくださるんですけど。いてくださるんです。あのふんどしで、あの色が変わるんです。あ、色変わるんですね。はい、いつもね違う色だったりね、なんかカラーバリエーションが豊富なんです。すごいな。あの最後の終わり方ちょっと面白かったんですけど、後ろ行ったり、はい、ね、あれね、なんか最後いつも、はい、あのこういう感じでじゃあ終わろうかみたいな感じでやるんですけど、はい、なぜかこの間は言ったのと違うことをしはったんですよ。あ、なるほど。でちょっとあのえみたいな感じで終わったみたいな。そうなんです。なんかね、あのああやって裸じゃないですか、なんかすごいこう面白いことをするのかなと思いきや、意外と普通にこうやってそうなんですとか言って喋るんで、もうなんかそれが当たり前なんですね。多分ね、あれ彼の私服なんじゃないかなと思うぐらい。私服ってえらい簡単な私服ですね。起きたらそれで終了みたいな。結んだらいいだけ。でもね、ふんどしどういう風になってるのかなって気にはなるんですけど、あんまりね、ガン見するようなものじゃないじゃないですか。なかなかそうだそうです。見にくいですよね。そうです。初めはもう本当になんかこうケイスケさんが例えば ふんどしの井上さんとして、はい、あのこう喋る時にもう全然こっち見れる感じじゃなく、こうやって喋ってたんですけど、もう今となってはえどうですかみたいな感じで、もう全然普通、はい、免疫つきました。ふんどしにも、ふんどし、そうなんです。ふんどしは履いたことないですよね。ないですよ。ないですよ。ないですよね。聞くまでもないですよ、ね、ちょっと履いてみたいかな。それは一回履いてみてもなんか新しいケイスケさんが出るかもしれない。生まれ変われるかもしれません。無理無理。なんかあの井上さん髪の毛超ストレートじゃないですか。綺麗な髪してね、はい、あれパーマーですよね。これははい、そうです。わあ、すごいですね。パーマー、私もパーマー当てようかな。まっすぐですね。はい、まっすぐなんです。まっすぐなんです。でも井上さんみたいなキューティコルはないんですけどね。もうなんか一里通してしまう彼なんですけれども、はい、あの一応スタッフで DJ とかもやってはるんですけど。見たいですね。すごいですね、はい、そうなんです。仕事中もあの感じですよね。なんか最初はちゃんと服着てるみたいなんですけれど、うん、寄ってからとか乗ってきたら多分ふんどしになるみたいです。ライブ終わってる子にはもうその姿に。そうなんです。へー、はい、なんかこの間彼が誰に似ているのかっていうのを発見したっていう、はい、はあ、どなたに言ってたんですか。見ててあれって思わなかったですか。なんかあのお笑い芸人さんのバカリズムさんにすごい似てるなって思ってたんでしょう。なるほど、髪型もそうですね。なんかそんなうち紙芝居でね、なんか喋ってもらえたら嬉しいなって思うんですけど。はい、はい、そんな感じで、はい、あのジューソーのファンダンゴさん、ぜひぜひ行ってみてください。はい、はい、あとあのストリートライブね、あのこのさっきの VTR はストリートライブというかもうイベントだったじゃないですか。普通に道とかでストリートライブすることってあるんですか。最近はやってないですね、そっちのストリートは。昔はよくやりましたけども。そうなんです。昔なんかそういうのやってて、うん、なんか人がなんかしてくれたみたいなのとかないですか。ああ、いろんなことありましたね。けど毎週ね、はい、多分水曜日やったかな、決まってやってたんですよ、はい、ストリート、梅田の歩道橋の上で、はい、ずっとやってたんですけども。そうやな、なんかあったかな、邪魔するおっちゃんとかもたまにいましたけどね。たまに邪魔するおっちゃん、うん、マイクを取るとかですか。いや、僕の目の前来て、はい、なんか叫んでるんですよ。なんかそういう人はいましたけども。そういう時どうやってかわすんですか。あの、やめてって。優しくやめてって。私あのストリートで やってるんですけど、はい、なんか知らないんですけどおじいちゃんに結構人気があってですね、うん、あの知らないおじいちゃんに急にチョコレートもらったりとか。そうなんです。おじいちゃんに頑張りや孫に似てるわって言われたりとか。可愛いんでしょうね。だからなんかおじいちゃんがすごい孫的な感じで見守ってくれるんですけど。愛されキャラですか。どうなんですかね。どこでやってはるんですか。あの、私はあんまり告知とかしてないんですけれど、はい、あのこう天王寺とかそういうところでよくやるんですが、うん、あの告知をしてしまうと私甘えてしまうんで。甘えるんだ。あのファンの方とかが来てくださったらちょっとすごい安心をしてしまってですね、気が緩んでしまうので、ゲリラライブというか、うんうん、新しい方にこう見てもらったり自分の、はい、
止まってくださらなかったら、うん、自分がなんかこう勉強になるじゃないですか。こうやったら止まってくれるんだなとか。そうですね、難しいですよね、はい、そういう自分の実力をなんていうの試す、いろんなことに、はい、チャレンジしてために、はいはい、やってるんで、もしね大阪市内のどっかで妙を見たら声かけてください、うん、あの大阪市内妙を探せみたいな。度胸ありますよね。けどそうですか。はい、一人であのゴロ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 って。すごいな。僕も一人で行ってましたけど、やっぱりすごいですね。あの初めね、初めすっごい緊張しません？しましたね。ね、なんかあここに置いていいのかなみたいな。そうなんか みんなが自分を、はい、被害妄想ですよ、はい、なんか冷たい目で見られてる感じが最初はね、いっちゃん最初はあります、あります、すごいあります。やっていいのかなみたいな。そうなんです。そんなんやったんだけど、そんなことはなくてみんなちゃんと私一回あの一人でやっててですね、すっごい風が吹いたんですけど、うん、譜面台置いて下に大きなねポスターをこう額に入れて立てかけて歌ってたんですけど、風が吹いてポスターとあの譜面台バッシャーンと飛んでいったことがあって、もう音楽止めて、もう一人ですごい恥ずかしくて、ね、そんなことありますよね。はい、ありますよね。わ、もうストリートならではのエピソードはね。僕はあのストリート機材をキャリーに持って、はい、ずっと階段をね、はい、長い階段一番上に上がったら、はい、タイヤが取れて一番下に落ちていってたことはありますけどね。それめっちゃ嫌ですね。また取りに、また取りに行って、そんなことがありましたね。私なんかすごいね機材をパンパンに入れてるんですけど、はい、ちょっと入れ方間違えるとしまわないんで、うん、それもまた一人で何分もこうじゃないこうじゃないってやってる時がむちゃくちゃ恥ずかしいです大変でしょうね一人だから、はい、一人ねちょっと本当にでも度胸になるんでね、どんどんやっていきたいなと思います、はい、思いましょうよ。それではね、あの質問が先の VTR を見てる間にまた質問をいただいたので、こちらの方もねちょっとお答えしたいと思います。ね、実は今めっちゃ緊張してますかっていう質問があるんですよ。今大丈夫です基本大丈夫です大丈夫ですか？今日なんか生放送っていうのを聞いたら、はい、なんか変な感じになりますよね。そうですか？これが今まさに映ってますもんね。そうなんです。イエイ、すごいな自由にイエイみたいな、そうなんです。すごい、私も別に最初はね始まりってすっごい緊張するんですよ、うん、わできるかな噛まないかなって思うんですけど、なんか今結構リラックスしてきました。してきました、はい、よかったです。やっとリラックスしてきました。はい、またこうやってあのコメントねたくさん待ってますんで、皆さんコメント送ってもらえたら嬉しいです。待ってます。はい、そうですね、そろそろねスタジオのねライブ、スタジオで生ライブですよ、していただこうかなと思います。はい、いいです。じゃあちょっと用意をしてもらって、ケイスケさんでねあのライブの生ライブすごい嬉しいんですけど、私普通にお客さんというかぼーっと聞いちゃおうかなと思います。よし、じゃあ準備は大丈夫かな。オリジナルなんですよね。オリジナルを、はい、お届けします。それでは聴いてください。キスケさんです。綱引きという曲を。まるで綱引きのようだ、君と僕で確かめ合いっこだ。離れると愛しくなって、近づくほどわからなくなるんだね。素直になれずに時に二人を愛が邪魔をするけど、繋いだ心離さないよ。いつだって僕がついてるんだ。心は一つさ忘れないで、君の元気な笑顔が好き。
の砂吹きになって涙の時はそっと歌ってあげたい心の傷を抱いた一人ぼっちの切ない夜を越えて時は流れるから空はやがて青く君に届くだろう悲しみ一人抱えないで君にはほら僕がついてるんだ今は何も言わなくていいただ君のためにそばにいるから素直になれるのはいつも二人の愛が揺るぎないから さりげなく心分かり合って泣いて笑って君と生きて行きたいありふれた毎日でいいそっと寄り添い合っていつまでも繋いだ心離さないよいつだって僕がついてるんだ心は一つさ忘れないで君の優しい笑顔が好き ずっと生放送で、お届けしてます大阪レンジケンスケで綱引きという曲を、お届けしました今日は2曲、歌わさせていただけるということですのでもう1曲この CD の中からいきましょう今の歌は綱引きですね大丈夫ですかではもう1曲軽快でホットで明るいナンバーです星恵美さんからすごいですねリアルタイムで綱引きだ大好きな曲ありがとうございますよく歌ってますからねでは、シングスマイルの中からロマンティックあげるよ優しすままには慣れないけれど愛を助けに行けるような広がりたい一人で寂しい夜に心
スターダスト、そんな魔法はないけど、笑顔にできるおまじないなら教えてあげる。僕らは巡り合って同じ時を生きている。闇を越え願いを届けたい人がいる。頑張って汗かいて、それでもダメな時もあるけれど、いつだって忘れないで、一人じゃないさ。涙を拭いて歩いてく君だから、愛はもう勇気はもう君の中にある。頑張って食いしぼって一生懸命生きてる君のため、いつだって元気出して笑っていたい、キティちゃんのチューナーやったんですね、前まで。あ、そうなんですか。今はちょっと違うやつやってるんですけど、ずっとね、はい、キティちゃんでした、僕。あ、そうなんですね。よう似合ってたんです。そう、よく見てはりますね、そんなとこまで。ね、はい。コメントありがとうございます。私もね、ちょっと歌いたくなったんでね。はい。あの、今の今と言いますか、急なんですけれども、はい、歌えるかどうかちょっとわからないんですけれども、はい、頑張って、あの、2人でデュエットをね、したいと思いますので、皆さんちょっと聞いてください。いいんですかね。はい、行ってみますか。はい、頑張ります。頑張ってみましょう。はい、よいしょ。この曲です。はい、真夏の果実です。聞いてください。名前消し
君はどこへ帰るのか、通り過ぎゆくラブローを愛をそのままに。忘れられない春ソングを真夏の果実よ。これ合わせたのさっきっていうね、はい、私サビしかあんまりよく分からなかったんですけど歌えていたでしょうか。いい曲です、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。またね、歌ってる最中にコメントをいただいたんですけれども、あのキム兄さん、はい、歌声と MC のギャップがいいねって書いてあります。 ありがとうございます。ありがとうございます。おお、なんか続々来てますね。お、ほんまにギャップがいいですね。エミさんが、夏の果実音符って、ありがとうございます。ありがとうございます。さっき話しました。すごいですね、楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。コメントを皆さん、コメントありがとうございます。とね、こうやっていろいろ音楽の話をしたりね、はい、番組の方ね、もうこれで最後になっちゃうんですけれども、はい、今日番組に出演されていかがでしたか。こういった経験初めてだったので、はい、緊張は若干したんですけど、はい、あのおかげさまで、いや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 、あの楽しかったです。私も楽しかったです。どうもありがとうございました。いはい、ね、ちょっと最後なんですが、ミョンの、ね、ライブの告知をさせていただきたいと思います。今月は26日に、あの今日、天王寺のキューズモールのロックタウンという場所の箱の前でカフェがあるんですけれども、ロックタウンの、カフェでグランドピアノを弾きながら弾き語りをします。はい、そうなんです、弾き語りをするんです。で、2月の21日なんですけれども、京橋のベロニカさんでライブをします。で、3月の13日もライブを京橋のベロニカさんでするので、よかったら皆さんぜひぜひ見に来てください。あの26日はグランドピアノなんてすごいレアなので。弾くんですね。弾くんです。すごいですね。私ブランクあるんですけど頑張って弾きますので、皆さんもよろしくお願いします。はい、それでは、今日はありがとうございました。ありがとうございます。次回は2月28日です。21時からなので皆さんお間違いなく、1時間
またあると思うので、よかったら皆さんまた楽しみにしていてください、はい、それでは今日もありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。